音楽に合わせて簡単なリズム体操を行います。動きやすい服装で手足が周りに当たらないよう広い場所で行いましょう。軽い水分補給や急に動きを止めないように注意して行いましょう。今週はステップタッチを行います。片足ずつ横に出して揃えるように足を動かしていきます。最初に姿勢を整えていきます。まずお尻に力を入れます。次におへそを背骨に近づけるようにお腹に力を入れましょう。良い姿勢で行うことで足への負担が減りますよ。では音楽に合わせて動いていきましょう。その場で歩きます。5、6、3、はい、1、2、1、2、一度肩を回しましょう。前から後ろ、後ろから前、腰を伸ばして歩きます。ステップタッチを行いましょう。5、6、3、はい、出して揃えて、出して揃えて、1、2、3、4、5、6、7、8。足を揃えるときは膝と膝を近づけましょう。では腕の動きをつけていきます。肘を上げて下ろします。肘を胸の高さまで上げましょう。あと4回。4、3、2、はい、歩きます。もう一度行っていきます。腕の動きを早く行ってみましょう。5、6、3、はい、上げて下ろして、胸を張って行いましょう。あと4回。4、3、2、はい、歩きます。呼吸を整えて歩きます。下から深呼吸しましょう。吸って吐きます。足を止めて胸の前から吸って吐きましょう。いかがでしたか？ぜひ時間を見つけて行ってみてください。